何やってんだよ。お前心配だよ。何やってんだよ。もう助けてやりたいよ。ねえ、20代30代で生まれた時からインターネットがあってスマホをカチカチ映っていいじゃないか。すごい羨ましいよ。俺なんてなんかいきなり人生の途中で、しかも半ば過ぎた頃からなんかね、ネット社会とかになって情報化社会になって、もう偉い迷惑だよ。そういうの苦手なんだよ。俺なんか受験に勝ち抜いて、就職の面接受けて、でなるべく大きい会社に入ってね、で出世競争の末に豊かな老後を65歳くらいから迎えるっていうのをずっとね思い描いてんだよ。そしたらなんかね、その時代の流れが早くなっちゃって、若くして成功するやつばっかりとかね、インターネットでなんか起業しましたとか言って羨ましかったよ。まあでもね、40から始めても別になれるんだよ。何やってんだよ、まごまごしてる場合じゃないよ。40からコツコツなんかね、地味なことをやってね、まあ50になっちゃったけども、10年間でだいぶ変わったよな。今ね、私の姿を見てね、麻雀店の親父って指さすやいねえよ。もともと麻雀店の親父だよ、お前この野郎。しかも儲かってないんだよ。ほんとね、なんとかかんとかを救いたいじゃないけど、救ってほしいよ。救ってほしかったよ。でも救ってくれなかったよ、誰も。しょうがないから、もうどうせダメならもっとダメなことやろうかなと。一番不得意なことやったら得意になったよ、これが。どうなってんだよ、これは。うん、まあそんな感じでね、吉田さんね、麻雀店のおっさんでも、こうなるんで、ね。40過ぎた麻雀店のおっさんがなんかパソコンやって、なんかね、暮らしを変えるわけじゃないですか。そしたらね、まあ生まれた時から、その携帯があったりとかね、なんか SNS があったりとか、まあそういう中でも得意なわけですよ、皆さんね、20代、30代の方。何やってんだよ。何やってんだよ、頑張れよ、と。大丈夫だよ。なんか最近ね、その、昔あったテレビドラマで、予備校武器っていうのをね、思い出したんですよ。予備校武器っていうのは、ちょうど私がね、高校卒業した年ぐらいにオンエアされていて、浪人生の1年をね、うん、尾形直人さんとかね、当時の萩原健太じゃないや、小田裕二さんとかね、的場浩司さん、これ3人組でやってたんだよね、これ。これなかなか面白かったんで、最後、主人公がね、結局、なんかこう、女の子にも振られるし、まあ、目標として大学持ちて、一人だけなんかね、二浪に入るっていうラストシーンで救いがないんだけども、なんかなかなかいいストーリーだったんですよね。でまさにあのドラマの中にいるように、もうね、もう学歴社会にこだわりへばりついてたのが俺の姿だよ。もうざまあ見ろって感じだよね。でも時代遅れの学歴偏重主義にどっぷりハマって、で敗北して、なんとか地方のね会社のサラリーマンになったけど続かずに辞めて、で自分の会社作ったけど10年以上全くプラスになったことがなくてね、それでもなんか生き残ってきて40になってなんかインターネットの社会が来ちゃったけど、えらい迷惑だなと思ったんだよ。当時なんかね、堀江貴文みたいなのが出てきたりね、孫正義みたいなのが出てきたりね、楽天三木谷みたいなのが出てきて、これから情報社会だ IT だとか言っても、 IT って何のことか全く分からなかったよ。それこそパソコンのねパの字が頭のパーになってたんで、毎日毎日麻雀でねローンとか言ってね、50円100円勝った負けたとか言ってちまちまやってたら、もう社会に置いてかれたよもん。まあ、でもなんとかね、あれから40から無謀と知っていて足を踏み入れた世界が実は自分の得意分野になって、今だよね、 YouTube や情報発信を教える側になっていったというね。まあ、吉田さんもね、なんか同じような感じだったと思いますけども、吉田さんがね、人前でこうやってなんかホワイトボードで物をこうやって書くと、クスクスと、あら漢字も書けない、あ、暗算間違えてる、陰口叩かれながら、吉田さんはそれ地獄耳でピリッて聞いてきてね、すぐに講義に採用する。私はバカですと。多分ここに座ってらっしゃる皆さんの中で一番バカですと。漢字も書けません、それこそ暗算もできません、おちんこもちっちゃいですと、いいことは全くありません。でもなんで私が教える側にいて、優秀なあなた方がそっちの教わる側にいるんでしょうか。不思議ですね。その辺からまず教えてもらえませんかみたいなね、ものすごくね、嫌味の効いたパンチのあるなんか第一声がとても良かったですね。だからね、苦手と結果あんまり関係ないんですよね。向き不向きと結果もあんまり関係ないでしょうね、うん、だからその不可能だっていうふうに定義づけることっていうのはある意味楽なんですよ。だけども不可能だと人が言ってることでも、それは人の、ね、一意見であって、俺はできるよねっていうふうに考えていけば、まあ、きっとね、行き止まりっていうのはなくなるんじゃないかなと思いますね。モハメド・アリさんも同じようなこと言ってて、まあ、すごいなと思いましたけどね。さすがに 100m1 秒で走るっていうのはなかなかないと思いますけども、でもね、
私の発想からするとね、100メートルを1秒で走ることもできると思ってるんですよ。ね、100メートルバーってあるでしょ。それを1秒で走る。どうやって走るねんって。100メートルを縦にしたら1秒で走れるじゃないかって話なんですよね。100メートルを縦にするみたいな。地球一周するぞとか、ラーって回ったら地球一周みたいな感じですよね。ということで、まあ、ヘリクスも理屈の上ということで、今回の動画、フィニッシュです。いってらっしゃい。